はい、金崎さんちのお米の金崎です。今日は3月22日の現在の田んぼの様子お伝えしたいと思います。ご覧の通りです。5日前は全面真っ白だったんですが、このような形でだいぶ溶けて、ところどころ水たまりという形になっています。雪が残っているのも今日明日ぐらいまでかなっていうふうに思いますので、早速なので、お知らせしようと思って、動画に流しています。雪解けは順調ですので農作業も、うまくスタートできると思います。今日の動画は以上になります。ありがとうございました。